うーし、再開していくぜ。さて、ステータスレベルを上げてまいりました。いやー、カンストまではね、ちょっとね、いけておりません。49、45、44、43、49ということで、まあまあ、まあ、こんなもんで、こんなもんで許してやろう。で、他のキャラクターは、ついでなんで、フレデリカさんカンスト、メッシュレイヤーカンスト、ユノーカンスト、という状況になって、仲間キャラ全員カンストしとるわ。という状況ですね。はい。で、あとさ、これ列車の制御ってコメントでいただいてまして、これなんか、なんだと思ってこれ。あ、背景が変わるんだね。へぇー。面白い。氷河期。へぇー。あら。いいね。これ外出た方がわかりやすいのかこれ。あー、なるほど。ふーむ。海、海。あら、いい景色。へえ、いいじゃん。なるほど。次は乾燥機？あ、砂漠。へえ、これもこれでまた景色良くて悪くないね。次は誕生機。あ、宇宙か、これ。へえ、なるほどね。銀河鉄道39的な景色になりましたが。ふむ？海藻機。ああ。なるほど。なんかイベントの階層とかで使われてそうだね。どこがいいかな？やっぱ海がいいかな、これ景色。景色がいいわ、これ。まあ、爽やかな気持ちになるわ、これ、ほんまに。ということで、もう育成もやりましたし、今回サブイベントやるつもりはございませんので、行きましょうか。もうね。行きましょうか、これ。どすこーい。時の狭間。いつやってやろうか。まあ、戦ってこう、敵とは。まあ、通常攻撃で。あれ、今、戦術何やってる？独断先行でいいか。敵とは戦っていこう。何か珍しいものを落とすやもしれん。特に落としそうにないか。まだ序盤の敵じゃあな。でもレシピ落とす可能性あるんだよね、ここら辺の敵ね。最強装備系のレシピを落とす可能性があるんで、ちょっと戦っておきたい感じはある。でもそれはあれか、中層以降かな、レシピ落とすのは。進んじゃうか。おっ、はてな。なんだ、バツバツバツ駅で発生した連続通り魔事件は引き続き警察が警戒態勢を強化しておりますが、未だに犯人の足取りはつかめておりません。現実世界の話か。被害者はいずれも背後から背中を刺され、線路に落下したところを電車に跳ねられたと見られ、警察は駅の利用者に注意を呼びかけています。そういうのちょっと、あ、飛ばせない？嘘やろ。こいつら消し飛ばせないの？我々のこの実力をもってしても？ほんまかいな。んだばこ、ジャンプで。ああ、繋がってるだけ。んだばこの上。で、あっちしかないのかな？ BGM 戻っちゃった。この上は？あ、ここもハテナ。ふむ？連続通り魔事件で犯人のも、防犯カメラに映っていた犯人と思われる人物が別の校内にある防犯カメラに映っていない件について、忽然と姿を消した犯人の目撃情報がないか、警察は駅付近の聞き込み調査を続けています。ここ駅か。駅だな。ちょっと待って、ハテナの前に。こっちが気になる。こっち行こう。なんだおめやら、おっぱい星人鹿島レイコさん。駅の構内か、ここ。四季はそうやって体を失ったってことなのかな。お、ドッペルゲンガーって言うの？何これ。え、敵のスペックやばくね。
え、敵のスペックやばくねえすか、これ50、50、50って言ってるんですけど、もしかしてこっちの能力パチってきてます、こっちの能力パチってきてますか、これ。まあでもこれ通常攻撃で落ちてるでしょ。ヒットポイントがこっちと同じぐらいしかないから。まさかこんなところで、あー、ここあれか、宝箱ゾーンか。まあせっかくだから行くか。ほーれ、分かってました。でも必要ないです。お、ワープポイントがあんな。ちょっと待って、向こうのハテナ、そういうことは向こうのハテナが正解のルートか。連続通り魔事件で新たな被害者となった2人の学生の身元、電車にはねられ全身を強く打ち、すぐに病院に意識不明重体、犯行の直前に香水を、警察犬が犯人の特定に、あ、香水、終末駅、未来過去、あ、ボス、ちょっと待って、ボス、でも中ボスだろうなこれ、おそらく中ボスじゃろ。行ってみようか。ここは現在が縁に続く世界、ようこそ時の狭間。どうもはじめまして、私はこの駅で業務に当たっている車掌です。お客さん行き先はどちらまで、かっこよ、行けませんね、お客さん、人はどうやっても過去には戻れませんよ。時計少女はどこ、ずっと先の未来にいますよ、私がお連れしましょうか。あん、電車ってすごい勢いで走りますよね、ほんの少し背中を押すだけで人なんて簡単に死んでしまう。てめえ、通り魔の犯人、さて車掌というのはすごく便利なんです。車掌が犯人なのか。時の車掌、時間旅行者、残酷、過去の自分を次々送り込んでくるタイムトラベラー、最も昔の車掌を倒すとタイムパラドックスで全滅する。これが最も過去のあれなのかな。エンダーバー、どうすかな、特攻しとっか、特攻5コンボで、あれ人が増えたぞ。なるほど、それでどんどん送り込んでくるってのはこういうことか。コンボの合間にも送り込んでくんの、それ聞いてねえぞ、それ聞いてねえ。しかもリザレクションついてんの、やっべえこれ。いや敵が急に、うわ嘘でしょこれ。昨日の5分前、8時間前、2週間前、7年前、3ヶ月前、初恋、これかな、初恋かな。いや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 、こうなってくると全体攻撃で落とした方がいいな、一気に落とせるだろ全体攻撃ならば。特攻、特攻でいいな。威力が下がってレールガンしかまともな運用ができねえやつ、どうしよっかな。レールガンで初恋の時の車掌が本当に一番最初の敵かわからんが、でも全員リザレクション持ってんだよなこれ、どうにもならんくねこれ。リザレクション持ってんのどうにもならんくねえか。リンゴドライブで消し飛ばすっていうのも選択肢の一つではあるな。オーバードライブしちゃったけど、ちょっとリンゴドライブで消し飛ばそうか。トマホークブーメラン、また増えたな。リンゴドライブ増えたやつはどれ、あの時のどれだよどれなんだよ一体。範囲ロックホーン、いやーどれかなこれな、これは困りましたね。最も昔の車掌ってどれだよマジで。あの時、若かりし時、初恋の時、初恋なんじゃねえか、なんとなく察するに。いやでもこれあれか、範囲ロックオンで、範囲ロックオンやるぐらいだったらこれあれ、魔法をぶっぱしてった方がいい。魔法ぶっぱしてった方がいいです。これでもデュアルスペルしてないんだよな、大した火力出せないよな。ちょっと待て、
それでも魔法の方が火力出せるか。260、いやどっこいだな、これ範囲属コンの方がまだいいか。威力下がっちゃうけど、これでどんぐらいダメージ出る6コンボ。どんだけ増えんだよマジでよ。嘘でしょ。どんどん増えていくんですけれども、これとても耐えられる気がしない。だが大丈夫でしょうか。次のターン全滅する予感。セーブしといてよかった。これセーブしといてよかったけども、なんとかなる。一気に全員消し飛ばしたけど、全員リレザレクションしてくるだろう。そうだよね。いや厳しい、これ嘘やん。ほんまに言うてますそれ、ほんまに言うてますそれ。どうやって勝つんだよこれ。あーこれはあれか、敵のトリガージェムを無効化するスキルぶち込まんでいかないとダメなやつかな。せめてヒットポイントもうちょっと低ければいいのにって感じだけど。うわーまだリカバリーするもんな、これこりゃまずいよ。時のリセット、戦闘開始まで時間がリセット。とんでもないこと今しませんでした、あなた。セーブブロッキングつけてこないとダメか。火力自体はうっひーオーバーソウルしてくる。まだリカバリーあるんだな、これ。どうしようかな。こういう時は、独断先行でコンボせずに、敵をとにかく倒していくことが大事。だけども、落とせます?これ。何匹いんだよ。敵のステータス見んの忘れたな。オーバードライブでどんな行動してくる。お、倒した。いやーよかった、いけたわ。範囲ご利用しが正解だったか。まだいんのかお前、あんた何人いるのよ。どうも初めまして、私はこの駅で業務を当たってる別の車掌。お客さん行き先はどちらまで。過去です。どうぞお気をつけて。え、ちょっと待って、なんかとんでもねえとこに来た。わっと戻りまーす。向こう側が気になる、ワープポイントがあった向こう側気になってんだ。なるほど、ここ気になってる。ここ何、どこに行くの。お、ドッペルゲンガーさん。あ、行き止まり。なんかあるじゃろ、ここ。どう考えても。どう考えてもなんかあるよな。越えられそうにはないな、でも。ただの罠マップってことか?ここ飛べる?ちなみに、直接。あ、飛べんのね。ちなみに、未来へ行こうとするとどうなるの?未来へ行こうとするとどうなるんじゃろうか?未来、ああまた別の場所に出るんだ。とりあえず未来から行ってみようか。どうしたこっから先は進めないか。なるほど、未来はダメんだば過去ね。お、どうだ。ごめんなさい、僕がみんなを誘わなければあんな目に遭うことはなかったのに。これはドーラの幻影、どういうことなの。つうか一回お家帰った方がいいな、これな。一
回お家に帰った方がいいですね、これ。SP 的な意味で。ソウル的な意味で。姉さんは人形劇が好きだったから、だから僕は二人を連れて。ごめんなさい、姉さん、ショコラ。ドーラの加藤か。ちょっと一旦撤収 C の、回復 C の、また突入 C の。ワープマジ便利、これ。ワープマジ便利。さて、次。ナタリー、どうして？私は交通ルールを守っていたのに、それなのにどうしてあんなことが。ちょっとソウル無駄遣いせずに通常攻撃だけでいいか。オーバーソウルゲージも貯めていきたいしね。敵の強さ自体は大したことねえでやんな。私はルールを守っていたのに、どうしてあの車はどうして私に、どうして。法の番人っぽい。ジャニス、助けないと。ライフセーバーの私が助けないと。ライフセーバーだったのか、ジャニス。ワオ、ドッペル。なんか変なやつが回復した。こっちか。こっちのソウル回復か。大丈夫。私は泳ぐのが得意だから、あの子もきっと助けられる。助けられるんだ。正義感の強い子だったんだな、ジャニスもな。ラビー、これでいい。私がいなくなれば、この家の争い音もなくなるから。私が死ねばきっとみんな幸せになれる。ラビー。みんなあれなのかな、なんだろう、後悔していることが帽子の力になるってことなのかな。あなたから命もらった命を粗末にして。ああ、だから命の管理人っていうこと？なるほど。メル、久々にパパがいるのに、久々に。パパとママがいるのに、どうして苦しい？ん？とんでもねえやつ出てきたが、今となっては大したことねえんだ。嬉しくて夢みたいではしゃぎすぎて、それから突然何も見えなくなった。ここはどこだろう、上も下もわからない。苦しい、冷たい、すごく寒い。過去に到着したんか、これ。死って書いてある。死って書いてある。敵の強さが変わりましたね。ということは、ここからが本ちゃんですな。もう君とは散々戦ってるから戦わなくてもいいんだよ。お、はてな。なんて書いてあるこれ。夢、読めない。夢じゃないか、あれ。逆さ文字だ。夢、フィーネ、読めません。私には読めません。うわい！もういいよ、君。大丈夫。お家帰ってもらっていいかい。ステータス上がらへんから。あいつどうにか倒せへんのかな。ステータス見ればよかったな。ダークエノキとシメジぐらいのパワーあるあいつも、実は。まともに戦おうとすると。ワンパンは決してできないような、ああ、間違えた。お前らとは戦いたくないんだな。戦いたくないけど当たっちまったもんは仕方ねえ。こいつら SP 吸収してくんだよな、チンタラやると。あれ、ツバメ。シキ様、どうしたのツバメ。すみません、その、やっぱり行かないでください。この先に何があるの？私、何を怯えているの？シキの死の原因になった何かがあるのかな？この先にあるのね、私の記憶が。見ないでください。どうか行かないでください。私は知りたいの。また通り魔事件。やっぱり駅なのか。ツバメを助けるためにってことなのかな。なるほど。
ああ。私はツバメを助けることができなかったんだね。私のせいでシキ様の体が、ツバメが私にずっと隠してたことってこれだったの？かっこ悪いな、私。あんたの体が無事だったらまだかっこよかったのにね。シキ様が助けてくれなかったら私は即死でした。そういう考え方もあるか。ええんだよ。もういいんだよ、ツバメ。一人で抱え込まなくてもいい。そうやってツバメは今までずっと一人で苦しんでいたんだね。まあ気にするなって言われても無理か、これじゃあ。じゃあこうしようか、ツバメ。これからは私と二人で一緒に抱え込みましょう。一人じゃ抱えきれない辛いことも二人だったらきっと抱えていけるよ。それにね、なくしたものは取り返せばいい。そうでしょ、ツバメ。過去へは戻れない。それが私の価値観よ。前だけ見ていきましょう、いいツバメ。もともと完全に赤の他人だったのかな。だろうな。え、このか、あ、なんか咲いてる。唱えられた花的な。これで未来に行くっていうことかい？未来へ行きましょう、言うてたけど。そういうこと？お、行けるようになってる。行けるようになってますぞ。お？ちょっとそろそろ一旦セーブ挟みつつ、進んでいく。お、ワープポイントだと？わ、さと、時間の最果て？これはボスの予感。これはボスの予感ですね。どうするかな、装備とか。このままで行ってみっか。魔法系っぽいよな、どう考えてもな。魔法系じゃろうな。ま、なんとかなるか。なんとかなるか。なんじらのために哀れなき欲を消し去ってやったのに。王政界を混沌へと導くつもりか。あんたが奪ったものを返してもらうよ、時計少女。美しい記憶であればあの頃に戻りたいと願うじゃろ。辛い記憶であれば忘れたいと願うじゃろ。その選択はそなたが個人で決められる。すべては一人終わりの勝手な判断じゃ。まあ、一理ある。私たちの過去を奪ったのもあんたたちの勝手な判断でしょうが。体があった頃にはもう二度と戻れぬ。悲しみを生むだけで誰が喜ぶのじゃ。それは同情？優しさ。いいえ、違うね。あんたは真実が怖いのよ。ユグドラシルが逆走すればあんたの記憶も蘇る。だから恐れているのよ。時計少女の記憶？スパコンちゃうんか？おかしいよね。時の価値観が壊れるよりも自分が破壊されることよりも記憶が戻ることを一番恐れてるなんて。まさかあの子、自分がコンピューターだってことを知らないの？え？帽子世界にいる私たちの姿は体を失う前のものよ。あんたがどうしても自分の顔と体を作れないのはもともとなかったから。あんたが作られた機械だからよ。うわあ、私があんたを救ってあげれば時計少女。ひさて、どういう戦闘になる？あー、敵のスペックは見れない。マナは溜まってるが、どうせこれ時のフリーズしたら、リンゴ、ドライブ返ししてくるんじゃろ？してくるんじゃろうか？どうしよっかな。とりあえず、特攻で、全力で一挙やってみますか。一挙全力で行ってみますかい、これ。とりあえずね。何も考えずに全力で攻撃する。さて、5万、いいダメージ。半分持ってったぞ。まさかこれで終わりということはあるまい？第二形態があると思っているが、オーバーソウルしてきた。先制行動、これやばそうだな。ああ、一応鉄壁防御をかけとくか。いや、どうせリザレクションかかってるから攻めてもいいんじゃないか。どうせリザレクション、コンボ先制でも、コンボ先制だったら先制取れるんですね。なるほどね。
さて、どうせ第二形態あるんじゃろ、分かっとるんじゃよ。あ、落とせない。マナポーション S。 あーと、やっぱりな。戦術シャッフル、そこまで痛くない。一発一発はそこまで痛くないが、やば、持ってかれるかも。持ってかれた、二人持ってかれた。リザダレクションなかったらこれ終わってたやつだな。これ未来のワルツ、いい、3人持ってかれた。おいおい、連続でオーバーソウルしてくんのかよ。こりゃ困った。あー、戦術が戦術がひどいことになってる。とりあえずこれはこれでもう落とせるんじゃろ。これでまだリザレクションあるから大丈夫。攻めに行こう。ここはさて、よし、行った。さて次は終わりか。なるほど、これで終わりっぽかったな。一番あっけ、ボスとしては一番あっけなかった感じではあるが、どうなるこの後。さて、ボス世界を過去へと。逆走って車両を押し上げていくの？なんかすごい動きそうだけど。他の人たちは？みんな避難し終わったみたい。そう。チキ。もうすぐ富の世界が消えるよ。早く脱出しましょう。二人を涙の世界へ飛ばすから。でも涙の世界は。大丈夫さ、早くこっちへ。私はいい。私と陽子はやることがあるんだ。必ず戻るから、サラは先に行ってて。必ず戻るって、あなたもう帽子がなくなるのに。お願い、サラ。ここでお別れね、陽子。いろいろ巻き込んじゃってごめんね。そんなことないよ。私全然役に立ってなかったし。あんたがいたからこそ私はここまで来れたんだ。大げさじゃない。すべてはこの時のためだったのよ。長かった。この時をずっと待っていた。え？少しの間我慢してちょうだい。すぐに済むからお願い。体を乗っ取ろうとしてませんか、シキさん。まさかと思いますけど。どういうこと？どういうこと？ん、なんか猫耳生えてるんだけど。みんなは無事？向こうで休んでるわ。ありがとう、にゃって言ってるけど。あー、ごめん、まだ慣れてないんで。ありがとう、サラ。時の世界は消えたわ。消えてからいろんなことを思い出したの。記憶が戻ったのね。あの時私は死んだはずだったのに。ごめんなさい、まだ少し気持ちの整理がつかなくて。時間をかけてゆっくり整理すればあんたならきっとわかるはずよ。それより涙の帽子は、開眼するとみんなが危険よ。涙もの帽子は開眼しないわ。外の世界の記憶が戻ってるのよ。悲しみが溢れないわけは。管理人の私が大丈夫と言ってるのよ。この帽子が目を開くことはないわ。時読みも外れることはあるのよ。どういうことにゃ？どういうことにゃ？説明してほしいにゃ？あなたさっきから少し変よ。私のことはどうでもいいから、どうして涙が溢れないの？猫の体を得たということなのか、もしかして四季さん。はっきりとは言えないけど、多分みんなが楽しかった記憶が多かったんでしょうね。私もそうよ。だからあなたがやったことに責任を感じる必要はないわ。これで晴れ渡っ、この晴れ渡った空を見て、誰もなんで泣いてなんていないわよ。もうあなたが悲しむ必要はなくなったわよ。あなたいつか言っていたわよ、涙は我慢するものじゃないって。だから私もう涙の世界に悲しみを閉じ込めるのはやめることにするわ。だって涙って嬉しい時にも流れるんだもん。サラ、頼みがあるにゃ。私が留守の間、ツバメのことをお願いしたいんだ。私はこれから外側の世界に出る。あんたはここに残りなさい。
ツバメが私のことを言うか聞か、言うことを聞かないなんて初めてね。そんなに大げさに考えなくてもちょくちょく防止世界には顔を出すよ。猫として？ん？まさかの。嘘やろ。しつこいね、あんたも。時が存在する限り、我は滅びぬ。なんちらは我らの支配から永遠に逃れられぬ。上等よ。どちらが時の支配者にふさわしいか最後の決着をつけてあげるわ。こっから？こっからだと？嘘やろ？一気当選、嘘やろ？いや、嘘やろ。それ聞いてない。それ聞いてないやつ。それ聞いてないやつだ。どうすっかな、これ。敵のスペックはわからない。が、まあ、なんとかなんじゃろ。コスミックレイブ！うわー、リンゴドライブしてきた。リンゴドライブ返し。さすが。残り行動回16回。これやべえ。これやべえやつだぞ。これやべえやつだぞ、これ。27回は16回打てないね。どれにしよっかな。とりあえずこれを、10回まで打てる。で、あと残ってるのが3しか残ってないから、あ、コンボにならないな。ちょっと待って。1回やめて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、これで30あと残ってんのか。30残ってて7回だから、背負い投げあたり連打するか。うん、稲妻キック最初に打っときゃよかったな。いや、その方がいいな。ちょっと待って、稲妻キック最初に打とう。稲妻キック3回、6、3、6、4、24の1、2、3、4、5、6、7、8回打って、で、あとあれでいいか。背負い投げ、これで SP 的に持つんじゃないか。17コンボこれやべえやつ。ハンストダメージ出るんちゃうか、これ。どんだけ攻撃すんだ、これ。99,999、ハンスト出ましたな。ここで適当な行動、防御とかしてさ、負ける可能性もあるよね。まあ、勝ちバトルなんだろうけど。いやー。けど時計少女が、を倒したところでさ、現実世界でスパコン修理されたら終わりなんちゃうか。体を貸してほしいなら言えばいいのに、妙な迫り方するんだもん。かと思えばまたどっか行っちゃったし、猫。これが指揮か。ようこい。うわあああ。猫が喋った。相変わらず鈍いのね。一人でどこへ行く気？猫が喋ってる。何これ、夢なの？その情けない顔。まるで四季がいなくなって寂しいって顔してるよ。この猫そんなわけないでしょ。この妙な自信たっぷりな物言い、まさか。四季なの？ごめん、さと。思ってたより早く気づけたね。少しは成長したんじゃない？なんであんたが猫になってるの？どういうことなの、これ。脳だけの私が外側に出るのにどうしても体が必要だったからね。記憶とかはどうやって猫の体に押し込めてるんです、それ。呆れたその執念だけは褒めてあげるわ。猫になってまでこっちの世界で行きたいだなんて。外で生活したくて出たんじゃないよ。これは目的じゃなくて手段だもん。これから防止世界のみんなを現実へ出さなきゃいけないからね。そんなことができるの？どうやって？さあ。それを見つけるために外側へ出たんだもん。行き当たりばったりね、あんた。そんな防止世界を管理している人たちにバレたりせえへんのか、これ。防止世界の中にいたんじゃやれることが限られるからね。これから両方の世界を行き来してみんながこっちで生きられる手段を探す。猫にそんなことできるの？とりあえず当分は陽子の家で世話になるからよろしくね。家で猫アレルギーの人いる？いないけどさ。じゃあ決まりにゃ。じゃあ決まりね。あれれ、今ゴミににゃとかついてませんでした？陽子さんの気のせいかにゃ。まだこの体に慣れてないのよ。あら、黒い方の猫。
この子たち、ユノーが飼っていた猫、もう一匹いるのすっかり忘れていた。まさかのツバメか。来ちゃいました。その言葉の節々から醸し出される奥ゆかしくも愛らしい感じは、ツバメちゃんなの？なんであんたまで外に来てるのよ。私どうしても我慢できなくて、ユノーさんに無理言って頼んだんです。ごめんなさい、四季様。私どうしても四季様のそばにいたいんです。ツバメちゃんならようこさん大歓迎よ。ふかふかのベッドと美味しいご飯でおもてなししちゃうからね。勝手に話を進めないで。っていうか、私の時と違ってツバメに気づくのすんごい早くなかった。なんなのそのさ。黙れにゃ。まだ引っ張るか。ツバメちゃんならニャンニャン言ってもいいんで、むしろ言ってほしい。だからツバメがこっちに来るのは危険だったのよ。ようこさんその。ありがとうございますニャン。はぁー。はぁー。はぁー、なるほど。なるほど、だが、まだ謎は、たくさんあるな。結局あの世界はさ、何のために作られた世界、何が目的で作られた世界なのかっていうのがちょっとまだ分かってないね。帽子世界、事故で体をなくした人たちの延命装置としての世界だとしても、何のためにだよね。何かの実験をしてるんだろうけれども、それがメルヘンで明らかになるのかどうか。ていうかさ、これ色変さ、これ何も考えずにさ、色変から始めた人をさ、とんでもないことにならない？その色変から始めたらさ、他のキャラクターの主人公たちのさ、こう頑張ってる姿とかがさ、なんかこうちょっとさ、色眼鏡で見えてくるとかあるよね。なるほど。さーて、メンバー追加していきましょう。で、ツバメも上書き、フレデリカも上書き、メッシュも上書き。さて、全員上書きしましたので、いやー、ナタリーとラビ、もうちょい育成するべきだったなー。もうちょい育成するべきだったなー、これな。どうだ、やり直すか？どうだ、やり直すか？これ。今更やり直す必要ないかな。ないかな。他はもう全員カンストですね。あと、ケリーだけか。ケリーがちょっと足りてない感じ。で、防具を何持ってこうかなって話ですね。赤い靴も入ってるよな。入ってる。で、装備してんだな、いろいろ。もうすでに。特に持ってくもんもないけど、めっちゃ余ってんな。めっちゃ余ってんだったら持ってきたいな、ルシフェランと。言うほど持ってくもんないわ、これ。残念ながら。メリケンサック。メリケンサック2つ持ってったところで感あるけどね。ハルバート、ヤリとオノアス。防具ももう、本当に、言うほど。ルミエールトワレとかあったらちょっと持ってきたいなって感じだけど。こんなもん？香水系持ってくくらいだよな。ガラ空きだな、これ。もはや。実績。コンボ17ヒット決めた。27。なるほど。レシピがまだつかないんだね、アクセルね。なるほど。ということで、次回、ついに、最後ですよ。メルヘン。ということで、今回はこの辺にしておきましょうか。よろしければね、この動画、最近の動画の概要欄に追記させていただいておりますが、動画のね、高評価ボタンを押していただけると、私自身のね、このモチベーションにつながりますので、何卒
一つね、高評価ボタンをポチッと毎回押していただけると、オラのやる気がどんどん湧いてくるんだぜというところで一つよろしくお願いいたします。ということでまた次のパートでお会いしましょう。またね。